けど、一回消してつけて52。もうかまるのか、もちろんじゃないといかない。これ使ったら絶対そこに溶いて入れてよ、うん、これが不思議ね、50度だった。なんでレタスを味見する必要があるの？なんでレタスを味見する必要があるの？硬いなと思って。綺麗な、ほら。とりあえず口に入れたんやね。これは何のためのお湯だった？包丁消毒。夕べから使うてない。ほら、鉄はサビがきね、ほんとに。完全に封じ込むと。うん。めっちゃいいのがあったら、スペイル。電動鉄が。昔から覚えてる。鉄を使い。これは消毒してないだね。うん。またきっちり。あ、はいはい。何はいはいって。はい。できました。これば開けとかんで、うん、あ、これがかんで、ほとんど私言うけど、そんなに全部取るわけじゃないけど、かまんきね。どういうこと？塩分の取りすぎはない。ああ。ほとんど半分捨てるけ。うん。何がおかしい？いや、急いでるときはあれ完全に取りやすいかも。あれってどれ？これね、ここにね、あのこの模様のね、あれで綺麗に砕けるが、でこぼこになっちゃう。考えたね。うん、思いつったらいい。だいたいこの皮がこんだけ生でこがして、うん、おばあちゃんちょっと砂糖入れます、うん。
これもええ。ミネラル。何がおかしかった今。何がおかしかった今。ミネラルを入れます。何がおかしいもんで。おかしいと思う。怒ったのかマッサージ。うん。怒りもくしゅんでやつかわない。そらそう。これはこうなってるけどね。これミネラルがたっぷりや。うん。いいよなんて思う。お砂糖隠し味ばんしか入れてない。けどおばあさんもとにかくほら、うん、和食じゃきね、お砂糖使うの多いわ。うん、うん、おいしい、おいしいです。うん、これここでメモを取っておけ。お湯沸かしといた。そう、まだあるね、時間。うん、よかった、寝れるよ。うん、これ重宝するよ。ものすごい使う。うん。えらい気に入ったね。ねえ。えらい気に入ったね。手頃で。うん。小さいし。うん。軽い。うん。もう軽うないとね。重たいのね。軽い方がいい。さまったお味見。うん。お腹あるね、これ。うん。さあ、それだけ味見しよったら食べれんなるわ。うん。おいしいです。うん。握ります。お願いします。お弁当ずいぶん長いこと作って炊事もしたけど、一回も食中毒は起こしたことないですよ。はい。でもかりこって毎日、うん、一時使わだったらネット消毒する。はい。切らないで、こうして、うん、切って、さあ、